はい、どうも、沢田晋也です。どうも、沢田奈です、えー。今回は、all you need is k の話をしましょう。ましょう。結構前に一回中野さんと話してるんですけど。そうですよね。そうそう。僕もあの、あれ、そういえば話してましたねって今思い出しましたけど。はい、えー。だからちょっと結構あの、似たり寄ったりな部分もあるんだろうなと思いつつなんですけど、はい、ちょっと話したいなと思って。珍しい。 そう、珍しいんですよ、ね。珍しい。で、話したいなと思った理由がたった一つで、うん。簡潔にシンプルでしかも内容ないんですけど、うん。重かったな、と <laughs> <laughs>。えマジで。まあ、面白いということをね、言いたくなるということは、とても素晴らしいことだと思います。<laughs> いや、これ面白かったんですよね、普通に。いや、面白かったっすよ。うん。本当に面白くて、んあのー、なんか話したいことあるって聞かれて、うん。 最初に出てきたのが、うん、やっぱりあの、面白かったなって。まあまあ、じゃあ、どこら辺面白いと思ったのかなささまは。あ、でもね、その、一番インパクト自分の中であるものが、えー、こんだけやり直しても死ぬって思いましたね。うん、ああ。俺は。なるほど。うん。あんなになれないと思って。うん。 これね、<laughs> これ結局まあ繰り返しの話なんですけど。うん、そうですね。うん。まあスーパーマリオ何回もやってるみたいなもんじゃないですか。そう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 。もうだいぶ前ですもんね。今、漫画をちょっと、手撮ってパラパラと見てますけど。はい、はいはいはい。いや、なんか、完結やな、二巻で終わってるしなんか。そうなんですよね。小説も結構読みやすかったしな。うん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 。 僕ちなみにだからその漫画をまあちょっとお借りしてみて、で、結構最近に、ね、映画を見たんですよ。ええ<ー>。うん。それで、ああ、どっちも面白いなと思って。映画もね、良かったですよ。良かったんですよねで。映画の話されてましたよね、確かに、はい。映画中心に話してましたね。うん,うんうんうん。なんかね、あの映画がちょっとね、批判されてた意見を見たので、え<ー>。当時。はいはい,はいはい。えー、そんなことないよ、と思って話したような気がする。 思いなかったけどね映画。映画の方がなんかでも希望が残りすぎてんのかなとか、そういう感じなのかなとは思いましたけど。まあ分かりやすい感じでオチがついて終わっていったような気がしますけど。でも良かったですけどね。いや、これだからあのー、なんていうか、まあ、ベタな話ですけど、うん。こう、あんなに頑張れるかなって思ってそれはね、思いましたよ。結局これって地獄やからね。<laughs> ただの地獄でしょ、あれ。死ねないっていう。無限地獄じゃないですか、ただ。本や、うん。やっぱりね、こういうね、やり戻し系のね、話を見るとね、うん。ふと最近思うのがね、やっぱりこう、なんでこの人たちはこんな目に遭ってんのかなと思うんですよ。それは描かれないでしょ。ああ、なるほどね。地獄じゃないですか、文字通り。うん。なんでこの人たちはこんな目に遭う何かをしたんだろうか、みたいな。 何もしてないんでしょうけどね、実際。これはどういう理由やったかななんか、たまたまその敵のなんかと通じてしまった結果とかやったっけこれはね、あの、なんか、えっ、ー、とー、結局敵がね、ループするっていう、うん、その、テクニックを持ってて、うん、そのテクニックによって人間に打ち勝つっていうものを持ってる、何匹、うん、かの、そうやつがいると。 そいつのを浴びたらそうなるっていう。サーバーが爆裂した時に近くにおったから、そうなってしまったみたいな感じだったよね、確か。そう,そうです、そうです。まあ、事故やんって感じだから。事故ですね、<laughs> 完全に事故ですね。いや、だからね、これね、それは俺も思いましたよ、自分やってどうするかなって。でうん、こういうとこから抜け出したいと思って死んでもまだ復活しとるわけでしょ。うん,うんうん。もうどうしようもない、キー狂ルしかないよなと思って。そうですね。そういう意味でめっちゃ主人公根性あるなと思って そうなんですよ。そう、でね、あの、こういう時って、こう、かなりのヒーロー感みたいな、あ<い>のやつがあるじゃないですか。うん、<laughs> あんまヒーローっぽくないんですよね。うん、この、この漫画、ま、の、うん、あの、もう完全にあの、純粋なあの努力。まあ一般兵士ですからね、そもそもが。うん、なんかその感じがまたええなぁ思って。別にスペシャルな能力を持ってるわけでもない。うん。 だからどっちかというと反復練習みたいないや。ほんま、ほんま、ほんま努力の人ですよ、単純に。無理でしょう。だって、<当>身体的能力からしたらリセットされるからね、どんだけ鍛えても意味がないわけですよ。そうなんですよね。うん、そこがだから、まあ、あの、納得いかないところでもあるんですけど、うん、一瞬は。でも、まあ、あの、やっぱ、そういう経験があれば、納得なるのかなっていう。ま、あ本当に何百回も同じことを繰り返してたら、本当にスーパーマリオと一緒で、 の、メスで、ね、8面までクリアできるみたいな感じになるんでしょうけど。あるんでしょうね、たぶん。あのー、映画なんかもね、あの、トム・クローズなんかももう、テキパキ、テキパキって置いてたから。うん,うんうん。あんな感じになるんじゃないですか。極まったら。何歩先、何歩先でこう、ね。そうそうそう。うん、前回はここで失敗したっていう、ああいうの好きやったですけどね。ああ、そうですね。いいですね、あれね。<laughs> <laughs> そう、ただあれ、なんかあのー、 最後、結局、その、戦い続けることを決意する、みたいなシーン、みたいな、うん、まあ、そういうノリになるじゃないですか。うん、そうなるかな、とは思っちゃいましたね。ああ<ー>。うん。変な話ですけど。まあ、抜けたら死ぬね。もう、許してそうでしょいやそうだと思うんですよ、<laughs> 正直。はい、もう許してくださいって。そう。まあ、逃げるかなと思って、せめて。うん、その場に見送るかな、とは思っちゃって。うん。 その辺はなんかあの、文句じゃないんですけど、うん、あの、そういう意味では気狂ってんのかなってやっぱ思ったんですけど。あ,あ、そうでしょう。あとはまあ、<laughs> 単純にこう、ヒロイックな感じで終わらした方がこう、あ、まあね。美しいっていう。うん。いや、も、ま、た、あ、リターもずっと何とかしてあげてよ。まあそうっすね。そこがこう、<laughs> ちょっとなんていうんですかね。<laughs> ハッピーエンドで終わらしても,もいいんじゃないのっていう。 <laughs> まあねな、日本人が書いたものっぽいですけど。うん、そういう意味では。うん、いや、でもこれね、ちょっとごめんなさいね。本当にあの、面白かった。あの、ちょうどね、あのー、サラメさんにそのおすすめされて、俺、ガンバーレドマンョをやってた頃。に、借りたんです、はいはい、漫画も。えー、で、ちょうどその頃になんかあの、いわゆる、なんて言ったらいいんかな、あの、イフ設定みたいなのに、こう、ひたひたに浸ってるときやったんですよね。うん、で、あのー、 なんかこう、全然違う感じだったんですよ。うん、同時進行ぐらい。まあ、まあ、重なってはないけど、まあある種同時進行の時期に、うん、その、ゲームの方ってあの失敗したら終わりじゃないですか。うん、でもなんかあの、こっちって完全リセットされると。うん、うん。なんかそれがあの、一応なんか読み終わったウィキビリア見たらそれも書いてあって、うん、あ、なんか完全にいい時期に完全に被せてくれてるやんと思ったんですけど。おう、なんの意図もなかったけどね。 そういうのもまああるんですよ。だからなんかね。なるほど。何かしら。タイミングがあった。僕にとってのサーバーになってくれてたんですよね。なるほどね。重要な情報だから、かぶせてくれてたみたいで。でなんか、こんなにこう、マジでゼロスタートでリ,リスタート、なんかたまに思うと思うんですよ。うん、そもそも。なんかこう、やり直したいとか。えー、でも実際あのー、こう、やり直したいって思えるのって、 要はその、成功例っていうのが一つじゃない時なんだなと思って。うん、それって結局あの、よそのもんも食べてみたいなみたいなぐらいの軽いタッチの時しかやり直したいと思わないのかなと思って。<ー>逆に言うと。これ、クリアが一個だけじゃないですか。うん、だから一個だけのクリアに向かう時って、こんだけもう地獄みたいなことをいやり直すわけでしょ。いや、だからね、よくこう、うん、遊びの範疇でね、やり直せるなら、どうするみたいな質問をする時とか、あったんですけど、過去とか友達とかも。 でも、今の人生に満足しているわけなんですよね、僕は。はい,はいはいはい。じゃあ、もう一回やり直しても、今と同じになりたいと思った場合。うん。全く同じことせないといけないんですよ。はい,はいはいはい。それは苦痛やなって思う。苦痛ですよね。そう。そうなんですよ。それをなんかすげえ見てるときに感じて、特にあの、映画見てるときかな。うん。動きがこう、わかるから。うん。 いやーキークルーだけやと思う、あんな。<laughs> <laughs> 普通に、正気を保ってられへん、どうは。で、キークルーってもしねないですから、ね、そうですよ。うん、仕方なくやってるんですよ。仕方なく繰り返してるんですよね。あの人たちは。すごいよな。だから、目的がその、なんか、誰かをの命を救うためとか、歴史改変とかじゃないですからね。そうそう、抜け出すためすよ。<laughs> そうそうそう。全に。うん、あれ、だからな、あの途中でその、 まあ、先にループしてる人がいたから気づいてもらえたわけじゃないですか。あれなかったと思うとさ、かなりこう、恐怖だなって思っいんま恐怖ですよ。正直。そんなことあると思って。例えばね、自分がこう、ふと朝を目が覚めると、10年前に戻っていた。うん、うん。っ時に、普通に喜べないじゃないですか、なんか。なんかね、ど、どうしようってなるね。不安でしょ。 うん、そんな中にね、なあ、笹山さ、俺もやねんって来たらさ、うん。どうするでもそれも怖いよね。そう。あ、逆の、俺は、それが異性やったらどうする一緒に生きていこうってな、ね。俺、そういう、そのこと好きになると思うね。そりゃそうです。それ以上の、なんつうの、共感性とか、同一性ってないと思うやんか。 いやだから、あの、うん、目標スペシャルですよね。宇宙人にしか思えないですね。よもも <laughs> 俺たち二人だけが宇宙人だよもも。ほんま、孤独どころの騒ぎじゃないからさ。騒ぎじゃないですね。やり直してそんなに楽しいもんでもないと思うねんな、実際。うーん、だから、あのー、結局、あのー、やっぱりね、あの、ちょっと、そっちが食べてるもんちょっと食べさせてよぐらいのノリ、うん、じゃないと、多分やり直しっていうのが楽しいものとは思えない気がして。うん。 うん。やっぱ、達成の声がある場合のやり直しってきついと思うんですよね。まあでもそういうなんかあの、深いところを別にあの、描いてるもんではないとは思うんですけど、今ついつい考えちゃう。うん。感じです。だからその浅いところでも別にあの、その、なんか前回ここで間違えたみたいな、それこそそれもあの、ここで打たれたとか、<laughs> 含めて面白いんですけど、 なんか、いざ見てるとね、あの、こっちもすげえループしてる感じがするというか、うん、うん。特に映画に関してはそうやったな。映画に関しては、あの、見てるうちにこっちもループ感にその、囚われてる感じはしましたけど、ね。<laughs> うん。映像ならではですね、ああいうのは、ね、そうですね。あれはだからすごい良かったなと思いましたけどね。あれ、一生ループできますもんね。まあ、ね、自を。うん。とかも思っちゃったけど。まあ、あの、面白かったですっていう。 二時間前にループする能力を持ったらどうするね、それもちろん収録し直せるし。でもまだ、またなんか収録が終わったら二時間前に戻ってんね。探すでしょうね。何が正解か分からへんね。何が正解かわからんかったら、もう、どっかで打ち明けると思うんですよ、まず。 実は俺、今がそうやねん。どうしたらいいんですかこれ <laughs> <laughs> ってなりますよね。<laughs> いや、ほんまほんま。ほんまほんま。そう,そうそう。いや、本当にそうなりますよね、まず。も、ま、えって。うん、あのー、ちょっと今、ルート変わったんですかって聞きたくなりますよね。わからへんって。うん。でまあと5分もしたら、まだなんか、戻ってまうかもしれへんって。前回は何の収録をしたんですかいや、同じことやってんねん。<laughs> 同じこと言ってんねんって。<laughs> 俺もちょっとずつ言葉変えてんねんけど、さすがさんから帰ってくる言葉同じやねん。<laughs> いやー、そういう世界ってことでしょ、うん、怖すぎるやん。<laughs> 2>, <laughs> 2、3回言ったことあんねんけどっていや。初めて聞いたわ <laughs> 前も言ったやんって。<laughs> <laughs> もう80回目やねん、うそう。ゾッとするわ、なんか。何回撮っても、ダンゲロス1時間超えんねん、<laughs> 終わらへんねんって。<laughs> 収録が、収録が終わらへんねんって。<laughs> いやー、すごいな。それ抜け方どうしたらいいんやろうな。その、ねやり直しが短ければ短いほどほんま辛いと思うわ。 収録しないんも試すんでしょうね、やっぱりね。いや、そうですよ。うん、でも、収録してんとこと思って、ネット起受けたらまだ2時間前に戻ってたりすんだよ。<laughs> いや、だから絶対、その、俺に言う、イでもそうやったけど、とりあえず死ぬよね。うん、うん。まず。わーって急になんか、家族から見たら急にどうしたんと思えるような感じ。うん、わーってなんか飛び出してって車にはねられたりしてな。うんうんうん。でも気が付いたらまた戻って, <laughs> 戻ってるんね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いな。 いやー、きついよね。いや、だか俺、でも、この、<laughs> あの、映画を見た夜は、あの、ループの夢を見ました、やっぱり。ああるよね、そういうの。ありますよね、やっぱ。なんか、ヨニーボの物語にもこんなんあったな。なんか、同じ日を毎日。ああ、ありましたね。生きる人みたいな感じ。<laughs> うんうんうん 大体いいそういう系のね、あの、落は、あの、なんか一番ひどい時だけ戻らないっていう、ね、<laughs> そうそうそう。ですけどね。あれね。そうですね。そうですね。まあ、だからほんまなんで、この人がこんなことに乗ったやろなって思ってしまうわ、なんかほんま。<laughs> <laughs> なんでって。<laughs> 基本的にループを守ってそういうひどい終わり方します、ね、そうなんですよね。なんでだろう。やっぱどっかでも怖いんじゃないですか。その、ループしたら良くなるみたいな概念。うん。もしかしたら。 ま、基本的にはもう、ありえへんことやからね。うん。一回きりだよって。うん。そういうふうに思いたいっていう。うん、あの、寿命をさ、例えば自分がもう80、90くらいまで来てさ、うん、う,んうん。寿命で死んで気がついたら、なんか3歳くらいだとどうするそれは楽しいかもしれないですね。ああ。人生もう一回やり直そうってなるんかなそれは。一応、生き切ったから。もう回のやり直しになの何や,やろう。 うん記憶がある状態でってことですよね。そうそう。記憶ある状態やったらね、難しいな自分で死んだら難しいな俺ね、だからあの、例えばじゃあその、今、今ただ沢田さんと知り合う20年前に戻ったとしましょううん。20年は行き過ぎなんかなまあ、あ10年でも5年でもいいんですけど、知り合う前に戻った時に、俺沢田さんに会いに行くんかなっていうのは考えますよね。あそうでしょそう。 でも、知らへんわけですよ、当、当時の。でも、例えば、その、いや、あの、ほら、あの、何年の年賀状、デスノーズったでしょみたいな。あ、怖 <laughs> 何この人 <laughs> あ、でも、それやったら興味持つかも。え、聞かして、聞かしてって。いや、だから、そこで興味持てる人でよかったんですよね。<laughs> いや、でもさだと、そのさっきの話、おじいちゃんになってな。 うん、いやー私も、なんか、良き良い家族に見守られて、こんな孫にもたくさん囲まれて、特に大きな病気もすることもなく、うん、普通に死ねていって幸せやわ、って言ってパタッと死んで目覚めたら、3歳とかなっ、うんですよ。<laughs> あれって。うん、<laughs> どうすんやろうね。あれもしかして <laughs> も、もっかいっていう。あ、戻ってるってそういうことあの、<う>生まれ直すわけじゃなくて。そう。同じ年代に戻ってる。そうそうそう。 それはえげつないな。あれって、ある意味死ぬって上がりじゃないですか。うん、そうですね。あれ、上がれてないって。結構きつくな、ね、いそれも。全く別の人生を歩めるねんけど、うん、もう本人やりきったががあるわけですよ。前の人生で。まあね。あれって。しかもあの、どっちかっ満足に。そうそうそう。ね。そうそうそう,う。ゴールしてるわけでしょそうそう。そしたらもう一回って。 もっかい。それは、<laughs> いいことなのか悪いことなのか。でもそれ悪いことをしているから上がれないんだと考えるにはなるでしょうね。ああ、なるほどね。その、それがもし何回目かになってくると。なるほど。この人生は誰かが間違っていると判断しているからこうなっているんだと思うようにはなるでしょうね。なるほど。罰だと。そう、だから何かしらなんかこう、なんでしょう、誰かが何かわからない存在が認める人生があるのかなという。うわ、めっちゃ怖い、そんなん。 そういう風になるんでしょうね、多分。80年ループも怖いな。2時間ループも嫌やけど。<laughs> 80年ループってもうすごい、なんか LED みたいな言い方ですね。もう魂年齢だけど、どんどん年加算していくねんで。 こうやってなんか天才生まれてくるのかもしれないですね、うういや、だからたまに思うで、なんか、すごい特別なズバ抜けた能力持ってる人、うん、若い、若くしてるの持ってる人って、うん、何回かやり直してんのかなって。<laughs> <laughs> まあ、本当にその時間超越じゃないとしても、<laughs> まあ、コミカルに思っちゃいますよね、でもね。魂が古いんかなと思う、なんか。<laughs> 魂が何回もやり直してんのかなと思うわ。<laughs> なんだこの話 <laughs>。<laughs> 怖え<い笑>。<laughs> そう。最後に、あのー、思ったことは、あの作品のタイトルが、All You Need Is Kill っていう、タイトル自体が、素晴らしいなって思っちゃったんですよ。うん、個人的に。All You Need Is Love からの、うん、まあ、あれだと思うんですけど、あの、あんなに前向きなキルないなって、うんうん、う本当に思ってしまってううあ、ちょっとね、あの、素直に感動しましたね。<laughs> そういうことか。ループするのやめてもらっていいですかいあちょっと、あ今ちょっと漫画の最後の方を <laughs> 読んで、<laughs> 読んでいってしまいましたね。なるほど、ね。ディタトは古い指令だったんですか昨日が初めていいですね。いやー、平部さんにおい面白いね。これはでもなんか、そうですね。まあ、僕なんか言わなくても、まあ知ってると腐るほどいるんでしょうけど。うん、うん。まあでも、良かったな。 面白かったな。うそうっすね。そんな感じで、<laughs> お送りしたのは、さあ、はい、ダ也と、さざめでした。<laughs> もう一回始まっのかな？も <laughs> いや、これも、なんか120回目なんですよ。<laughs> ほう。ちょっと変えて、さ前、前回と。ああ、そうなんですね。ええうん、僕211回目です。